受賞式が行われる、ノマ町メディアセンター慶応医学賞は、世界の医学、生命科学の領域において、医学を中心とした、諸科学の発展に寄与する顕著かつ創造的な研究業績を挙げた研究者に、対して、慶応義塾医学振興基金が与える、学術賞である。受賞者は、毎年、日本国内と日本国外から各1名が選出され、 賞状とメダル及び賞金額1000万円が贈られる。受賞式は慶応義塾大学で行われ、受賞者による記念講演会及びシンポジウムが開催される。本賞の受賞者49名のうち、6名が後にノーベル生理学・医学賞を、2名が後にノーベル科学賞を受賞している。慶応義塾大学医学部卒業の塾生である子、坂口光弘より、 1994年に、慶應義塾における医学研究の奨励と創造的発展に貢献するとともに、世界の医学の発展に寄与することを念願して、常在50億円が寄付された。これを受けて、慶應義塾は、慶應義塾医学振興基金を設立した。当基金では、設立以降各方面より集まった寄付金をもとに、医学研究奨励事業、 医学国際交流事業、慶応医学省の運営などを行っている。設立のきっかけとなった坂口は、1999年に追加寄付20億円を提供している。ありがとうございます。